なのに。マジで手を置いてたら、腰真っ赤で。前のおじさんが臭かった。皆様こんにちは。こんにちは。本日は土曜日のレッスン風景を撮影したので、皆様にご覧いただければと思っております。いつもなんか皆様ね、大事なご家族のお嬢様だったりとか、大事な奥様だったりとか、いろいろ皆様女性で役割をたくさんされているので、その中で自分の奥様が、お嬢様がどんな風にレッスンをして楽しまれているかっていうのをご家族の皆様にもご覧いただけましたら嬉しいなと思って、今日は動画を回しております。いきなり発表会ですごいきらびやかなメイクをして登場する自分のね、ご家族だったりすると思うんですけれども、そのご家族様、お嬢様や奥様がこんな風にしていつもとっても基礎練習をたくさんして地味と言われるようなものを本当にコツコツと楽しく笑顔で練習をして重ねて、こうやって舞台に立っているんだよっていうような思い出動画を作りたくて、この度動画を作ってみました。ぜひ今後の皆様のまたさらなる応援と、それからお力添えをいただけましたら嬉しいなと思っております。どうぞ最後までご覧ください。楽しみください。どうぞ。皆様始めていきましょう。お待たせいたしました。楽しみたいと思います。あ、出した、よく出したか、うん、じゃあ楽しんでいきましょう。じゃあまずは気にしていただいて大きく吸っていきます。鼻から吸って上伸びていただいて、お腹をしっかり伸ばしていきましょう。では息を吐きます。心を楽にしていきましょう。心を楽に出します。ハートの前に座り
を使っていきましょう。逆。前から後ろ。前から後ろ。逆。前から後ろ。ここまで綺麗に踊れる。楽しいです。極めていきましょう。で、反対回りましょう。
りましょう。脇しっかり気をつけて、フレックスから
上半身はそのまま。2011年に私とねエリサで一緒にこう教室を持ってレッスンしたっていうのは土曜日クラスが、そうですね、麹町が、そうね、麹町の土曜日クラスが初めてだったので、こうして10年以上もみんなと一緒にレッスンできてるのは本当に嬉しいなと思ってます。で、皆さん本当に10年経ってもずっとベーシックのレッスンを大事にしてくださって、本当に丁寧に新たな発見をしていただくの、毎日ね研究してくださって本当に嬉しいなと思っています。なんかね、こう土曜日っていうと2時間しかないんですけど、すごい濃いよね。
内容もね、なんか皆さんとの時間も濃いし、そうですね、はい、こんな感じで毎週土曜日レッスンをいたしております。本当に遠くからね、2時間半もかけて来てくれる方もいらっしゃるし、どんなに雨の日でも本当に、ね、来てくださって、なんかなんだっけ、すごい台風の日もなんかあのなんだっけ、カヌーカヌーでなんか船こいで来てくださるとか、そういうメッセージもいただいたこともあって、皆様がなんかこうレッスンに来てくれるその意気込みとか熱い思いっていうのをいつも感じて、本当になんかこう光栄だなと思っています。今日皆さんと笑顔と楽しい時間を共有できたことが姉妹としては本当に良かったね。はい、ぜひベリーダンスやりたい方ですね、ベリーダンスの動画見てるだけでも楽しいって方は、これからも応援をよろしくお願いいたします。生徒との楽しい思い出も作れたら最高に思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ではまたお会いいたしましょう。ご覧いただきありがとうございます。